の修繕事故でございます。今撮影してるのが10月の今日が21日なんですけれども、もうそろそろね山の上の方は紅葉の季節になってるので、ちょっと紅葉を見に行こうかなって思ってます。で今日頑張って編集して11月頭ぐらいに出すとすると、ちょうどね紅葉が気になり始めた人たちがね、ちょっと動画見てみようって思って再生回数伸びるかもしれないなっていう下心満載な目的地なわけですよ。でさ、修繕事故っていうと山の上にある湖なんだけど、山の上登るってなるとさ、この時期だともう寒いかなって思って超重装備をねしてきたんですけど、イージスこれ電熱、その上にパーカーで、あまりにも寒かったらイージスのジャンバー通れるようにして、バイク界隈で考えうる限り防御力最高の装備を一応持ってきたんだけど、今現在走ってる段階ではそんな寒くないね。何この10の目で、ここはアメリカだった、ここはアメリカだぞ、アメリカだ、俺は知らぬ間に海を渡って来てしまったみたいだよ。パスポートとかもないけど今日光左って書いてありますよ。日光行ってまいります、日光行ってまいります。あら、いい景色じゃないですか。岩肌さんも今日登るんだよ。いいでしょ、いいでしょ。紅葉はどうでしょうね、まだちょっとうっすらあるぐらい、まだ早いのかな。10月下旬から11月上旬が見頃って言ってたから、今10月の下旬に入ったぐらいだもんね。なんか超いい景色なんだけど、あれ後ろのトラックもしかして邪魔かな。俺ちょっと待ってね、じゃあこのトンネル出たあたりで譲りましょうかね。どうぞ。ハザード避け、ハザード避けよ、ハザード、ハザード通して、ハザード避ける。せっかく言ってあげたのに、他は見返りを求めてるからね。ハザード立たないんだったら後ろから煽っちゃうぞ。花見と耐えてる道の駅やまびこ、ヤッホー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 、あ、そう、バイク、オレンジバイク、レッツキャー、こっち見られたから逃げていくスタイル。あら、山の中だよ、いかにじゃない。そう、日光ってさ、いっぱいあるじゃん、見る場所が。東照宮だの、華厳の滝だの、修繕事故だの、どこ行こうかなって思って、とりあえず目的地は修繕事故にしてあるんだけど、修繕事故って言ってもその修繕事故広いじゃん。じゃあどこを目的地にするかや、到着する場所をどこにするかを悩んでおりますよ。あかん、いい感じ。華厳の滝も行きたいけど、華厳の滝はちょっと人多そうだしな。ほら、華厳の滝とかでさ、カメラ三脚構えて踊ってたりしたら、ちょっと痛いでしょ。あ、やった、まっすぐだ。ちょっと待って。あなたほら、GoPro じゃないけど、ほら、マウントつけてるよ。ほら、ヘルメットの右側に。フォトブロガーさんかな。ね、あれ譲られちゃった。そんな譲らなくていいんだけどな。譲られちゃったよ。あ、腕が詰まってるから。じゃあ、譲られたからここも譲っていくスタイルするから。ちょっとそれは恥ずかしいな。ちょっと恥ずかしいよね。なんか譲られたらちょっとスピード出さなきゃとかちょっと思わない？いいじゃん、そんなの気にしなくて。譲られたからって別にいつも通りマイペースで走ればいいんだけど。なんか先に譲られちゃったらちょっと譲るのなんかちょっとさ、なんかちょっとさ、あ、またこいつあそこで譲ってるとか思われるのも嫌でしょ。俺邪魔かな。俺も譲るの。ちょっと待ってね。ちょっと左に開けてるところ。やだな、元ブログに映りたくないな。やだな、元ブログ撮る方はいいけど、撮られる方は嫌。いや。あ、ここいいんじゃない？ほら、直線だけ坂道。はい、どうぞ。バイクいないことかすに、おお、この道隣線路じゃん、入れる、電車来い。あ、そういえば日光の修繕事故行く間に草木湖っていうダムがあるんだけど、正直そこまでの元ブログでもいいかななんて思っちゃったりもしたりなんかして、いい道だな。多分この時期ってさ、ほらまだこの辺は紅葉ないけど登っていくにつれて紅葉が増えてくグラデーションが楽しめるんだ。いや、バイクの移動でもあれだね、ここ最近さ、ここは埼玉県内から出てなくてさ、久しぶりにこうちょっとロングツーリングじゃないけど遠くに来てるけど、やっぱ遠くに来るの楽しいな。あの、ところどころ咲いてるみかんみたいなやつは何？これ何？みかんじゃなくて何？柿かな？ものすごく急に話変わって申し訳ないんだけど、ポケモンのコイキングっているじゃん、金魚のやつ。あれの発音ってコイキングだよね。なんか人に言わせるとコイキングっていうやつが多々いるんだけど、コイキングですよね。コイキング？どうでもいいよ、どっちだっていいよ。あ、見て、見えるかな？これ分かるかな？分かんないよな。山の上の方はすごいね、緑と赤が混じってる。まだ10月の21日だから、まだ早いかもしれないけど、これを見てる、今まさに見ている、あなたですよ。あなた、寝てないで起きなさい。目を開けなさい。目つぶったら寝ちゃうよっていう、あなたは、きっとね、今行けば、絶賛素晴らしい紅葉が見られることでしょう。なんかちょっと顔元気だな。そういえば、日本はさ、春、夏、秋、冬っていう、4つの季節があるらしい。じゃあ、秋はなくなったのかね？秋はなくなったのかね？もう春、夏、冬みたいなさ、そんな感じですよね。あ、登らない系だ。あった？山道になってきたぞ。ギアを落とさないと登らない。今、アクセル全開ですよ。アクセル全開でいいっしょ。後ろは来てないからのんびり、のんびりだ。うまーい。寒くなってきた。あ、草木ダムだって。ダム展望台。あ、ちょっと寄ってきゃよかったかな。ちょっとぐらい寄ってけばよかったかな。通り過ぎちゃった。草木ダム。ダムだよ。かっこいい。やっぱりさ、あ、なんか、空豆があるよ。え、これ空豆だよね。あら、綺麗。あらららら。ちょっと待って。どうしようかな。どこがいいかな。譲る場所だよ。ここだ。よいしょ。いいかな。どうせだ
確かに制限速度が50キロってどういうことやねん。必死久しぶりの信号、これまっすぐ久しぶりの信号です。よこし、おやっぱなんで移毛するの。二足に上げたと思ったらニュートラルに落ちて移毛するっていう恐ろしいバイクの現象。バイクの呼吸一応移毛。バイクの呼吸ね、今なんだかんで10の呼吸ぐらいまでできたんだ。忘れちゃった、メモってある、メモってあるけど忘れちゃった。後でここで放送編集でつらららって書いておこうかな。ぜひぜひみんなも考えてみてね。ファミリーオートキャンプ場総理総理、ここは着場です。しかしあれだね、先なのから海からずーっとこの山道を走って終電事故に行くのか。敵じゃん。お尻が痛いの覗いて。これ冬になったら雪だよね多分ね。雪積もっちゃうから、電熱をつけたいと思います。で、電熱はどうつけるかっていうと、よっこいしょ、これをここにペッて差し込むだけ。ごめん、オレンジでシューモードでいいかな。高校はね、寒いの嫌いだからさ、寒いのも暑いのも嫌い。駅カラムコーステーション、駅あるんだ。あ、なんか何、道路が綺麗、道路が白い、いいな。なんか黒い道路より白い道路の方が良くない？そう思わないかい？お、猿がいる。ほうほうほう、イエイイエイ。え、猿がいたよ、普通に猿がいたよ。ウッキース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 ッキー。え、猿危険。なんかまとわりつかれて。猿がいたよ。え、普通に猿がいたよ。まだ日光じゃないのにこの辺ももう猿は降りてくるの。多いね。野生の猿さんは初めて見たかもしれない。ウッキース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 ッキー。早い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 、お猿さんだぴょん。まさかお猿さんに出会うとは思いませんでした。まる釣れてる。あら、この下のあそこらへん。いいね、ゴロゴロめっちゃあそこに下入れる。ホワイトロース、この道。これ、え、これ右行くの？ニコー、ニコー、ニコー、ニコーに、イコニコー。あさおに、たもよ、ひなた、ひなた、あら、ひなたとか。さて、今日の目的である紅葉はどうであろうか。うん、うん。金曜、金曜だよ、紅葉を見に行こうよ。装着しました。なので服装が変わっておりますよ。あれ、上着どうした？上着入れたっけ？入れたよね。入れないわけじゃない。大丈夫大丈夫。点滅もオンにしてありますので、今指がポカポカです。なんかめちゃくね、なんか渋滞してるんですけど。え、こんなところでまさか渋滞にはまるとは思わないんですか？やめて。やめた。しかも平日だよ。あー、だって平日のこんな時にこんな場所で渋滞にはまらなんてあかんの。渋滞する要素がどこにあるんですか？あ、みかん。みかん。こんなところにみかんが。なんだ、みかんのせいか。おお。あ、みかんのせいか。取れんのかな？あー、こういう道はちょっと軽やかに。おう。本日2度目のイモンです。バイクの呼吸しようか。イモン、あ、イロハ坂に入りましたよ。皆さん、有名なイロハ坂です。イロハ坂はなんでイロハ坂っていう、イロハ坂っていうと、この坂一つ一つ、曲がり方を一つ一つに、よくわかんないです。いやー、縦にドドンとか聞いてないんですけど。うっ、右フレップしっかり、こちらにも気をつけて。ただこれ右車線さ、2車線だからゆっくり走っていいってことやな。さ、ゆっくり走り上げて。あ、イロハでかわいいんだけど、縦にドドンやめてほしいな。ゆっくり走ってて後ろに車がいても気にしなくていいんだよね。2車線なんだからね。ね、ゆっくり行ったって問題ないもん。40キロ
終電事故のモトブログはここまでにしたいと思います。面白かったなって人はよかったらチャンネル登録と、あとは高評価のボタンを押してくれると嬉しいです。ということで、またね。バイバーイ。バーイバーイ。